怖いってそういうカード。ちょっとそういうのやめて、そういうのダメそういうの。ちょっとまだカード取ってないんだよ。ちょっと僕危ない、ちょっとカード開始させて、ちょっとその前に、よっしゃ、はいはい、与えれるだけ最後まで通ってくれ。よし、マジか、はい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 、大丈夫だよね。おわいこで、ここでラグナロク、マジリサルフレーム当てる、強すぎるよ。よしうっ、マジまたやっちゃった。ちょっとこれほんとやめてほしい。ちょっとこれはよろしくないです。ちょっとまだカード集めてる途中だって。ちょっとダメですよ、そういうことしちゃ。やばい、まずい。よっしゃ、はいはい、よった、うん、よし、終わりの始まりだと。絶対当ててみせる。なんとかガード、うわそうか。マジか、まずい、ひー、危ないけどカードがない。もうあれ多分失敗したら終わりなんだよね。死の宣告っていうからね、あれ。よいしょ、近づいていくよ。ほいっす、失ってしまう。またこの間に攻撃してくるのが嫌なんだよな。回収、なかなか厄介な技を使ってきますよね、本当。どこいるの。あ、いたびっくりした、どこ行ったのかと思った。ソニックレーブ頼む。うわマジマジか。完全にこれはミスだな。よいしょ、ガードしてしっかりと当てる。うっ、マジ、うわーやっちゃった。ひひ、よかった、危ない、頼む、よし、いけ、絶対に守ってみせる。くっそいける、頼む、うわマジか、いけそうでいけない。まずい、非常に熱いバトルが熱い。頼む、真っ二つに切っていった空くんが。やったよな、これで今度こそ。
希望はどこにでもあるんだよ。どんな時でも大丈夫か、リク。リクじゃない。偽物だ。いつどこで、何のために生まれたかも思い出せない。消えずに残っているのは、お前とナミネのことだけさ。そいつも、嘘の記憶だけどな。ねえ、ナミネ。リクの記憶を元に戻す方法はないのかい？ないのか？それは俺に構うな。もういいんだ。待てよ。偽物だとかそんなのもう関係ないって。ここにいるお前は他の誰でもない、お前だけの心を持ってるんだろ。お前の思い出はお前だけのものなんだから大切にしろよ。ソラ、お前は優しいな。お前の気持ちは本物だって、偽物の俺でもわかるよ。それだけでいい。リク。あいつ。僕たちの記憶は戻る？うん。思い出せなくなっても記憶が消えたわけじゃないから。どういうこと？過去を一つ思い出すと一緒に別の記憶も蘇って、やがていろいろ思い出してくでしょ。記憶はつながっているの。たくさんの記憶のかけらが鎖のように連なって人の心をつなぎ止めてる。私の力は記憶を消すんじゃなくて、つながりをほどいてつなぎ直すものだから。みんなの記憶は消えてないよ。では取り戻せるんだね。でもそれには私が勝手につなぎ直した記憶の鎖を一旦ほどかないと。それから心の奥に散らばった思い出のかけらを集めて記憶の鎖を元に戻すの。時間かかると思う。だけど多分うまくいく。ううん、多分じゃなくて必ず。今度は私が助ける番だから。わかった、ナミネに任せるよ。ん？ちょっと待った。この城での記憶の鎖をほどくと言ったね。ということは。うん、ここで起きたことはみんな思い出せなくなる。マジで？ナミネのこともか？ごめんね、そうするしかないんだ。ねえ、ソラ、どちらかを選んで。城での記憶をなくす代わりに元の思い出を取り戻すか、城での記憶を残す代わりに大事な思い出をなくしたままか。選ぶしかないのか。うん。元に戻してくれ。うん、わかった。嘘の思い出なんかなくした方がいいもんね。本当に大切な人のことちゃんと思い出したいよね。誰だってそうだもんね。
お？どこかで見覚えのある。大丈夫、少し時間がかかるけれど私に任せて。でも目が覚めたら僕たちナミネを忘れてるんだよね。それじゃお礼を言えないよ。それなら心配ない、地味にメモに記録しておこう。ナミネにお礼を言うってね。そうか、それだったら安心だ。じゃあナミネ、おやすみ。おやすみなさい。ソラも早く。わかった。私たち嘘から始まったけど、ソラに会えて本当に良かったと思ってるよ。うん、俺もナミネに会えた時とか名前を思い出せた時はすごく嬉しかった。あの時の気持ちは嘘なんかじゃない。さよなら。さよならじゃないだろ、目が覚めたらまた会えるって。そしたら今度は嘘じゃなくてちゃんと本当の友達になれる。約束しよう、ナミネ。その約束も忘れちゃうよ。記憶の鎖はほどけても記憶のかけらは消えないんだろ。約束した思い出は必ず心のどこかに残る、そう思うんだ。そうだね、じゃあ約束しよっか。ああ、約束だ。約束か。ソラの記憶のかけらたちは心の闇に沈んでいて、一つ一つを探せないの。でも空には大切な約束を交わしたかけがえのない人がいる。それは君の光、闇の中の光。その人のことを思い出せば闇に沈んでいた記憶がみんなみんな戻ってくる。大切な約束。ほら、あのお守り。私の力で形は変わったけれど、空があの人を思い出したら本当の姿に戻ったでしょ。みんな、ナミネ。大丈夫、ソラは私を忘れるけど約束があるから戻ってこられる。約束したもんな。そう、さっきの約束がいつか私たちをつなぐ光になる。だから今は忘れても。ああ、絶対になくさない。
うわー、ということでエンディングです。スタッフロールですね。はい、ということでキングダムハーツリ・チェイン・オブ・メモリーズ全パートおそらく35ぐらいだと思われますが、いやーパート数的には一番短いかな、わかりませんが70近くいきましたからね他のキングダムハーツは。でもやっぱり濃いですね、一つ一つのお話が。1、2とやってこの作品が私キングダムハーツ3作品目なのですが、やっぱそれぞれの作品の良さがあって改めて他の作品をやると前に遊んだ作品の、あ、こうしてこれだからこうなったんだっていう風に繋がっていってね、それがまた楽しいんですよ。うわー、約束っていいですね、本当なんとかしてね、本当に、ま、もう自分はちょっとね、お話の方をね、エンディング見ながらさせていただこうかなと思いますが、もうね自分は本当ね、もうしつこいくらい聞いたかもしれませんが、アクションというね、アクションゲームがね苦手な人間でして、そんな自分でもね、本当たくさんアドバイスいただいたりとかね、本当コメントもねしっかりと読ませていただきましたので、もうそのそれもあって自分なりに最後はもう8割ぐらいは自分で考えてみたデッキなので、一番最後のはなので、なんとかねそんな自分でもクリアができると、これもね本当に皆様のおかげです、ありがとうございます。そしてもっともっとキングダムハーツが大好きになりましたね。いやー一番思い出に残ったワールドはやっぱりどうだろう、一番最後の忘却の城が濃すぎてちょっとそのイメージが強いんですが、どこも良かったよね。アトランティカが個人的には好きなんですけど、アトランティカいいよねBGM 含めて大好きです。そして次回作についてのお話もしていこうかなと思います。次回作は決めてません、ごめんなさい。まあこれからゆっくりね考えていこうかなと思っております。どうやらねなんかコメントでもちらほら見かけたんですが、陸編というものが存在するようでして、うん、まあそちらの方はまあどうなんでしょうね、サブストーリー的な感じかもしれませんが、うん、まあちょっと個人的にねもう触りだけ遊んでみて、そちらの方はまあそれで決めたいかなと思います。なのでまあ現時点では不明ということでごめんなさい、よろしくお願いします。いやー感動するよね、ほんとリク信じてたよ、来てくれると思ってましたよ最後。シーソルトアイスね食べちゃって、そしてこの少年へと繋がっていくんですよね。 BVG ゲームス、スクエアエニックスということで、キングダムハーツリ・チェイン・オブ・メモリーズ、
さあ、ということで、バトルレポートですね。達成率、結構、84% と、まあ、そこそこ、いったみたいですね。そして、コレクターズランク、レアカードハンター、よく、いいのか悪いのかわかりませんが、未知なる宝の数、まだまだあったんですね。24と、多いようですが、ね。プレイ時間あんま見せたくないけどね。さあ、ということでですね、ちょっと、お話をね、一つか二つほどお話をね、まだしていなかったことがありましたので、していこうかなと思います。やっぱり何よりね、コメント、皆さんのコメントが本当に支えになってました。本当に全部読ませてね、いただきましたので、もう、やっぱこう、コメントをね、見てやるゲームをするっていうのは、なんか、皆さんと一緒になんか、同じ時間を共有してるような、そんな感じがして、自分はものすごく大好きなので、これからもね、そういったものも大事にしていきたいなと思っておりますので、もう一言でもね、もう何でもね、自分嬉しいので、書いて、これからもね、なんか何気ないものでも構いませんので、そういう時間を一緒に楽しめたらなと思ってますので、どうか、これからも、今後も、変わらぬお付き合いのほどを、どうぞよろしくお願いします。そして、エンド出てますね。そしてなんかセーブメニューとか表示が出てますが、この画面でお別れした方がいいかもしれませんね。なんとなくそんな気がします。リーサルフレームを使いすぎたってわけで、ちょっと反省点です、そこは。ちょっとカードにも慣れてきたので、個人的にちょっと、ハードモードとかでも、時間が許せばやってみたいなっていうのはあります。ということで最後までまたはね、このパートだけでも見てくれた方、まあ最初から見ていただけた方、あるいは途中から見ていただけた方、もうね、みんな大好きですということで、最後までご視聴ありがとうございました。それではまたどこかでお会いしましょう。または次回作でお会いいたしましょう。それでは、さよなら。